やっぱ九州男児でいらっしゃる。そうですそうです、熊本ですからね。そのやっぱそういうところもちょっとあるのかなと思ったんですけど、そのアーチェリー場に一緒に行った時にお弁当を食べてたんですよ、上田さんが。でアーチェリー場の周りってコンビニしかないんで、で僕と劇団ひとりさんはコンビニ弁当で、で手作り弁当だったんです、奥さんが。はい、で、あ、すごい、それ美味しいですかって言ったら、上田さんがパクパク、おお美味しいねつって食べてて、で、それ奥さんが作ったんですか、うん、そうだね、愛妻弁当ってすごいですねって言ったら、そこでなんか九州男児のスイッチが入って、その男たるもの人前で妻は褒めない的な、いや別に美味しいとかそういうんじゃないからつってこういうトーンになりましてで あれと思って言ったかな、いやいやでも美味しいってどういう人格なんですか、いやいやでも美味しいって言ってましたよねって言ったら、いやそうだけどさ、いやいやこれ見てみ、お前弁当箱ちっちゃくね、俺ブチ切れてんのよいやそんなのでそんなのでブチ切れる人はいないじゃないですか弁当箱ちっちゃいって書いてあってだからなんかそれ以降気を使って、あ、そうかあんまりお弁当とかはそうか褒めちゃいけないんだなみたいなふうには思ってます。それカッコつけてるんですか何ですかそれは。知らん、もうだって本当記憶にないんだもん、そんなこと言ったし、だってブチ切れてたんでしょね、でも普通に考えておかしいじゃん、お弁当作ってもらって奥さんに、ね、そうなんですよ、そんな人にってブチ切れるってありえないじゃん。ありえないですよ。いいじゃないですか、美味しい愛妻弁当なんだよ、ね、まあ、だからいやちょっと量が足りなかったけどねぐらいのことだろう、きっと多分俺が言ったのはね、そんなブチ切れるなんていうのはありえないからねありえないです、ありえないよ、ありえないです。だからえなり君もびっくりしたんだろうねそうか、あーそうか、すいません、そっか、ギャグ、あんな、はい、二度と俺のエピソードメモるなよ完全にメモってますよ絶対メモって、二度とメモるな分かったな、そうなんですか、その何ネタを拾いにこいつと会ういやいやいや、そうなるよね、違う、そういうことじゃないですけど、エピソードトーク作りにねいやそういうことはない、一切ないです、いやあるよ君の場合は、いや本当にリスペクトだって、じゃあ本当にもう最近感じたあの素敵な話まだあんのかい、ありますよ、いやいい話だから、いやもうええわ、じゃあいい話なんですよ、いいいいよ、いい話いらないんだよ、いい話もかっこ悪い話も、じゃあ僕何話せばいいですか、何にも話せなくていいわ、いやいやちょっと聞きたいですよ、何が感動話なの、あ、それはちょっと僕は、あ、そうか、仕事の取り組み方がちょっと変わりました、いいねそのテーマ俺大好きそのテーマ何の、なんか言ったか、はい、何、チャンスは常に準備不足でやってくるっていうお話をいただきまして、準備万端で自分にこんな仕事来たらいいなっていう時にはそんな仕事は多分来ないよ、うん、いや分かんない 100% じゃないけど多分来ないよ、うん、でもいやこの仕事できるかどうかな、うわ不安だなっていう時に大チャンスがやってくるから、それを掴むか掴まないか、でも掴んで大失敗する可能性もあるよと、うんうんうん、でもやっぱり上に行くためにはその準備不足でやってきたチャンスを掴んで、うん、なんとかそこにこうついていく、うん、努力だったり勉強だったりっていうのをするのが大事なんじゃないかなっていう、うんうん、これはなんか別にこの仕事だけじゃなくてもみんなに当てはまりませんか、当てはまりますよね、弟子だと思って弟子だと思ってしかも芸人でもないからねいやいや別の職種の人なのに、いやいや芸歴こっちの長い先輩だからねいやいやでもめちゃくちゃありがたい話でいつ考えてんですか、一人で考えてるの、ね、その話考えてはないですよ、そんなことは、いや考えてるわけ、だからその時にあなんかこう感じたことを言ってんじゃない、分かんないけど、とりあえずお前グーで殴らせろや、こいつ最近体力ついてきたからな、週3、4行ってっからボクシングジム、心技体の体をね、体をね一生懸命やってるわけだから、ね、鎧を一生懸命作ってますからすごいな、勉強になるね、今だもう完全に哲学者ですいやいや今日の段階そういう感じで、そうだそういう感じで伝わっちゃうの、僕の俺ハマロンにちょっとな、ちょっと俺は別にそんな名言を言おうと思って言うなんてことはないよな、ちゃんとこうな流れがあった、そういえばなハマロン
まあ俺が例えば前先輩に聞いたんだけどとかそういうような感じだよな。まあでも俺金ツバ勧められた時は時にローンハワイで入りました時に時にと要するにそういう後世に残したいんですそういう自分の経験したことを。いやいや、そんな大それたことは1ミクロンも考えてないです。でも普通僕ら、まあ、一般の市民は、うん、そんなこと別に思いつかないんですよ普段。俺は全部ギャグで言ってんだよ全部。あ、全部ですか。うん、審議隊員の話もギャグだよあれはそうなんですか。うん、ただ滑ったっていうだけよギャグで言ったつもりが。ギャグだったらちゃんと笑いが起きないとダメですよね。滑ったって言いましたよねあ、この感じです、この感じ。アーチェリー場で見た俺ぶち切れてるあの、この感じです、この感じです。いや